どうもお待たせいたしました。こんばんは。中村大蔵です。木村大志です。バタバタしていたのは裏だけですが我々は特にちょっと待ってただけなんですけどなんと、まあ、もうなんか書き込みでもありましたが、はいはい、本日ユーストリームでの放送はない。そうですね、ということで、はい、そんな淡々と行かれるんですか。大丈夫ですか。ユーストリーム公式スタジオから配信してるんですけれども、はい、いいんですかそれは。しょうがない。大人ですね。早いですね、切り替えが。切り替え早いですね。はい、そうです、はい、まあ、そうですね、は受けてますけどね。でも10人、すげえ盛り上がり、でも10人だけどねって言われてますけど。いやいや、一人でやっても盛り上げていきますか。何なんですか、その今日のキャラ。その真面目。なんですか真面目で、なんか、あ、いつもそうでしたっけ、はい、いつもそうですよ、はい。物分かりが良くて真面目で。腰淡々それちょっと違うような気がするんですけど、淡々と進めていくってことです。淡々と進めていきます、淡々と淡々と全然違うんで意味が。ごめんなさい、じゃあ違います。的確なコメントを残していきたいと思います。はい、ズバズバいきますということで、まあ、ちょっともうすでに5分経ってしまっているということなので、はい、そうですね、はい、オープニングコーナーいっちゃいましょうか。そうですね、よろしくお願いします。14人の皆さんで、はい、ね、気持ちは140人で、はい、皆さん10倍書き込んでください。あさずばって言われてますね。その下はもう読めませんね。読めないですね。あ、腰たんたんかな。あ、違う、金が新年、読める、それ読める。それは読める。さあ、オープニングコーナーまた皆さんに決めていただきたいと思います。因果応報読める。さあ、どうでしょう、アンケートの方お願いします。はい、1番官能小説霊星とムラムラの間第7章、2番アクティブクエスト2。おお、アクティブクエスト 2でございます。2どうなるんでしょうね。いや、もうドラゴンクエストって1から2にね、はい、だいぶ進化しましたから、はい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 、楽しみですね。キャラクターの方向が変わるようになりましたからね。はい、そうですよね、はい、相当変わったんでしょう、きっと内容はね、はいはい。さあ、前回いらっしゃった方は分かると思うんですけど、はい、挑戦状でさ、はい、アンケートボイコットとかいうさありましたね。そういうのがあったじゃないですか、はい、やめてください、そういうの。ちゃんと今集計してますんで、そうですね、アンケート参加してください。そういうのが、ね、生放送でみんなでなんかそうもうしない、アンケートを投票しないみたいなのが流行っちゃってさ、多分1人か2人ぐらいそのノリ分かんなくて入れちゃって、はい100対0みたいな。そんなのがあったんですよ。です、ね、はい、いや、やめてください、悲しくなるんで ね、はい、みんなで盛り上がって、ボイコットする理由がある、理由がある、あんな絵見せられて投票しろって言う方がひどいじゃないか。なるほど、一理ある。全力でやってるわけですから我々は、はい、そうですね、人の全力をね、そうやって笑うもんじゃないと思うよ俺は。いや、笑ってはないな。あ、そうか、笑ってないか。はい、はい、そろそろいいでしょうか、はい、17人もいるからな、まだかな。そうですね。いや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 、17人しかいないからもうできてんじゃないですか。できてるいいですか、集計。じゃあ、で、全力でひどいとかかわいそうになっちゃう。同情してください、同情して毎週見に来てください。安全でいける。さあ、結果発表いけますでしょうか、はい、いけるならお願いします。あ、いけましたね。なんかって第7章気になりますからね。はい、ユーストが使えないですからね。官能小説霊星とムラムラの間第7章 15.3%、 アクティブクエスト2、違うわ、 84.7% ということで、
観音小説から路線変更した方がいいんじゃないでしょうか。冷静とムヤムヤだだ2とかにした方がいいですかね。いやそしたら多分一気に票を集められるんじゃないですか。いや冷静とムヤムヤだだ気になるんだよな。ブログで連載する。そうしましょうか。うまあいじいじ。まあでも大差で2番ということなんでね。はい、やっていきましょう。2番、アクティブクエスト2をやっていきたいと思いますのでお願いいたします。おーテーマソングは変わらないですね。おなんかいいですね。スーっぽくなってきましたね。 RPG っぽいですね。RPG っぽいよ。俺は落書きって書かれてます。これあれですよね、あの魔界村ですよね、これ。レッドアリーマーみたいなやつ後ろに飛んでますけども。くっそ難しいやつがいますけども、はい。あ、なるほど、左手で描かれたということで。いや、あのペイントで、あ、はい、あの一回も消しゴム使わずに、はい、仕上げてまいりました。あ、魔界村に謝れてる。ぜひちゃんと謝ってください。すいません、魔界村の方ね、あの面白いゲームすいませんでした。一筆書きではないですけどね。、さあ、それでは復活の呪文を入れていきたいと思います。はい、行きましょう。スタート。はい、来ましたね。はい、本日のヒントはですね、はい、ギリギリセクハラじゃない上司の言葉ということで、なるほど、それが復活の呪文になっているということで、ね、これさえ知っていればそうなんですよ、はい、2がまだ1もプレイしたことないですけど、はいはい、なるほど、ぜひ、はい、ゲームを進めていきたい。結局遊べなかったってことで、ワンも諦めました。はい、はい、復活の呪文思い出せなかったんで。さあ、どうでしょうか。あ、いいですね、はい、これ確かに、これそうか、うーん、部下にね、部下の女の子にね。あ、カオさんも来てくれましたね。お、俺の美人の嫁に似てるな。おお、これはギリギリじゃなくてなんかね、あ、ちょちょ、ま、どうなんだろうな。これだって、これセクハラって言ってたらもう何も喋れなくなる。何の会話もできなくなっちゃう。でもこれちょっと不自然じゃない、この会話。まあまあ、変ちゃ、何なんでしょうね。俺の美人の嫁、うーん、まず遠回しにタイプで、ああ、美人でって言ってるのかな。そういう、それ遠回しすぎじゃないですか。そう、そんぐらいしないとセクハラになっちゃうんじゃないの。ああ、そうか。あ、これギリギリセクハラじゃないかもしれないですね、うん、桃栗3年、父8年。アウトかな。アウトかな。アウトですかね。あ、間違えちゃったみたいな感じで。ギリギリ。8年かかりますかね、父に。8年好きってことじゃないですか。よく意味わかんないですね。桃とか栗ができるのに3年かかるわけでしょ。はい、父を揉むのに8年かかるってことですかね。8年はかけてほしいってことですね。よくわかんないですね、はい、8年経ったらちょっと変わってきそうですけどね。、うん、針とかが、まあ、うん、そうですね、うん、え、8年という歳月は、8年という歳月は何だろう。気になるだろお前。途中でやめるんじゃないよ。いや、逆にね、はい、もうこれは褒め言葉のように使われてますけども、はい、どうなんでしょう、はい、足がカモシカのような足だね。これいいんじゃないですか。これ別にセクハラではないと思いますけど。これでも波紋読んでさ、本物のカモシカの写真とか見たことある？はい、多分あると思います。ちょっとずんぐりむっくりなんだよね。え、そうなんですか。そうなんだよ。あ、じゃあ見たことないです。あのいわゆる鹿のイメージじゃないんだよ。あ、違うんですか。もっとなんかギュッて、あのヤックルみたいな足じゃないんですか。ヤックルみたいな足じゃない。じゃあないんですね。そうなんだよ。あ、違うんですか。ね、あ、なるほどね。本当にカモシカみたいだった場合は本当危ないですね。あ、訴えられますね。そうですね、うん、確かに確かに。さあ、これギリギリいけますかね。ちょっと判定してもらっていいですか。はい、じゃあ分かりました。君のモンブラン大きいね。アウトですね。アウトですか。何をモンブランと言ってるのかが分かんないですけど、多分アウトです。分かんないですよ、まあ、モンブランですから和訳してみるとなんとなく分かるんじゃないですか。栗大きいね。どこ見てるんだって話がね、まず普通の日常で。全然見えないと思いますけどもね。大きそうだねってことかな。大きそうだね。だ 100% アウトですね。アウトですね。会場ですね。アウトでした。はい。はい、山？モンブラン。山らしいですよ。あ、山ね。はあ、はあはあ、なるほどね、はい。そっちでもアウトってことでいいですか。はい、どうでしょう。ああ。
なんだろう、これは褒めてるのかな、うん、君の体天下みたいだねいや褒めてないでしょ、なんかこう、これなんかあのなんかもうやり捨てするイメージしかないよそれそうか、そうですね、あ、じゃあ、B、コーラの瓶みたいだねだったらいいんじゃないですか、え、あ、くびれが、くびれが、あコーラの瓶か、コーラの瓶は良くないですか、ただ何人使うのコーラの瓶、どうしたらいいの、え、使わないですか、あのコーラの瓶みたいだねって言えば、うん、下半身太りみたいじゃないコーラの瓶って、いやでもコーラの瓶自体は女性の体をイメージして作られたものですか、ね、あ、そうなの、そうです、そうです、いやらしいもんだったんだあれは、実はいやらしいもの、へ、はい、知らなかった、勉強になるねこの番組君の体天下みたいだねって面白いだえ、しかも天下もなんかさ、はい、伏せ字になってるじゃん、はい、ダメなのかな、わかんないです、言っちゃいましたけど普通いやまあ我々はいいでしょう商品名だしね、うん、ね、使い捨て感あるよね、そうか、使い捨て感か、うん、これ何なんだろう、直接的に触ってんのかな、はい、星ぶどう星ぶどうって多分触ってんだと思うんですけど、指でついてる、星ぶどう星ぶどう、いや多分だから差し入れで星ぶどうが来たんじゃないですか会社に、直で乳首触ってんじゃなくて、違いますよ、で、おー、つくやつじゃなくて、お、今日の差し入れ干しぶどうか、干しぶどう干しぶどうって触ってんじゃない違うと思います、触ってるからセクハラかなと思ったんだけど、ただ干しぶどうがあるだけだったらね、別に考えすぎですからねそうですよね、これどうでしょうね、うん、ペニオク、ペニオク、ペニオクって何、ごめん分かんないわ、ペニーオークションなんか一時期問題になったんですよね、何ペニーオークションって何でしたっけ、実際にはそこのオークションを使ってないのにもかかわらず、うん、宣伝として、うん、私芸能人が私このオークションで安く手に入れましたと、はは、要はそのオークションを宣伝することです、へー、あ、はい、そのオークション商品じゃなくて、多分オークションなんかその商品をさ、はい、私がこれ使ってますみたいなのブログとかで発表するとさ、はい、企業からいくらもらえるみたいな問題になってる、それの同じバージョンで多分ペニーオークションっていうサービスを紹介してたんじゃないですかね、ただ響きが下ネタっぽいから、そうですね、はいあ、そうか、まあギリギリっていうか、まあ、じゃあセーフなんじゃないでしょうか、それは、そうですね、うん、さあ、そうなんだ、ん、大阪の市街局番は0721なんだよね、0721知ってた、あー、ギリギリセーフかギリギリセーフなんじゃないですか、セーフだよな、これセーフなんだよ、だって僕知らなかったです、でもすげえしつこく言ってくるけど、なんかもっと言ってくるわけでしょ、多分ずっと聞いてくる、ちょっと行ってみ行ってみ、お寺のもうそれアウトだその後の展開によるよね、あー、そうですね、はい0721なんだ、そうなんだ、すごいですね本当そうなんじゃないですか、え、大阪06じゃないの、わかんないです、わかんない、大阪06ですよね、あれ06ですよね、あ、じゃあ分かんない、京都ぐらいですかねちょっと分かんないですけど、あ、調べてごらん、本当らしいですよ、あ、そうなの、はい、君富田林とかですよ、あ、なんかそのそうか、東京でも03じゃないとこもあるからね、そうですね、はい、うん、君鼻毛出てるよっていう結構シンプルなんだけど、これはこれもセクハラなんじゃない、え、これセクハラなんですか、セクハラじゃない、え、なんでですか、毛だからです、恥ずかしめられたとかじゃない、でも実際出てるんですよそうだけど、ブワー出てるんですよ、なんか訴えられたら負けそうな気がするんだけど、へえ、そうなんだ、いや、どうだろう、でも彼氏いるかどうか聞いただけでダメっていうもんね、ああ、なるほどね、僕前共演した人の鼻毛がブワー出てましたけど、うん、言えなかったですけど、ね、言えないよね、言えないです、はい、本当友達とかだったら言えるけどさ、はい、もうちょっとで本番が始まるという時に言えなかったですけどねそれは言ってあげた方がいいんじゃない、映像でしょ、映像ですけれども言えなかったです、うん、かわいそうだよと思ったんですけど、まあ、多分大丈夫です多分完成ちょろっと見させてもらいましたけど多分大丈夫でした、あ、そう、そこまで映んなかった、はい、さあさあさあ、どうですかもう直接的なのが結構来てるんだよ、そうですね、出張先のホテルツインでいい、一緒に行くんでしょうか、ダメですねこれはこれは100これやっぱセクハラというかちょっと告白しようとしてんじゃないの、好きなんじゃないの、そういうことなんですかね、なんかね
セクハラかね、これは。これをセクハラと言われてしまうのかね。うん、それはセクハラなんじゃないですか、ね、セクハラなのか、はい、ああ、これどうですかね。これ前半なければ大丈夫だと思うんですよね、うん、ボボボボボボだねっていうの。君のあそこって書いてあるあそこは絶対ダメでしょ。絶対言っちゃダメですけれども、君でも鼻毛神経だからボボボボボボボは鼻毛の話してるから。なるほど、あそこっていうのは鼻の穴だと思うよ。あー、うん、それかまあボボボボボボボとってとか、え漫画のそこに置いてあるボボ、それ自体は別にいいんですよ。君のあそこっていうところがセクハラなんでしょ。そうです、だからそこはまあ言わない方がいいのかなと。あ、これはこれはどうかな。はい、まあじゃああれだね、何でしょう、まあ木村くんが共演する女優の、はい、女優さんと話してることでしょ、はい、今度の本番楽しみだね。それは全然大丈夫じゃないですか。大丈夫ですか。セーフ、セーフです。よかったです。全然大丈夫。ギリギリじゃなくても全然全然大丈夫だ。全然大丈夫か。まあまあね、はい、でもその木村くんは本番は違う本番を想像してるんだけどねでもいいの。まあそのまま別にいいんじゃないですか。そうか、うん、さあ、はい、お土産のチンスコいいんじゃないですか。あ、いいですよね。そうあります、沖縄ですから、はい、うん、どうでしょう。あー、これこの瓶抜いてくれ、スポットスポット抜いてくれ抜いてくれっていうところなんでしょうね、はい、この瓶をこのスポット抜いてくれ、スポット瓶を抜くっていう状況どういう状況なんだどこに入ってんだよ、どこに入ってんだこの瓶は。瓶はだから瓶の蓋を開けてほしいんじゃないですかね。ああ、そういうことか。コーラとか買ったんじゃないですか。蓋を開けてくれってこと、はい、スポット開けてくれ。瓶を抜いてくれとは言わないんじゃないあ、言うか、抜くって言うか、線を抜くんだよね、はい、線を抜くっていう、うん、きつい、君のはきついないやー、これは状況ですよね。状況だと思いますよ。これがセーフだと、まあどうなんでしょうね、まあ、褒め言葉なんだかどうなんだかよくわかんないですけど、はい、どうなんでしょう、なんか音が聞こえづらいとかありますか。大丈夫ですか皆さん。マイク、私のマイクの調子が悪い私の声聞こえてない。聞こえてないかもしれないですね。あれ、しまっていこうってありますけど聞こえてないんですか今僕のこのしまっていこう。ギリギリ聞こえてるとは思いますけど。あ、ギリギリ、はい、木村君の方のマイクまで行ってるってこと。そう、じゃあ僕の、僕近づいてしゃべるさあ、君の松茸を買っちゃおうかなっていう。これは女性が言ってる。女性上司なのかもしれないです。ああ、君の松茸はもう直接的すぎるんでそうですね、セクハラっていう。君のはダメですね。下ネタだもんね。はい、うん、あー、いいです。僕はこの、うん、マグロ2話連続っていうのが好きですけど、ね、全然全然セクハラじゃないと思うんですただやんないと思いますけどね。ご期待ください。だいぶ前の話だいぶ、うん、だいぶ前ですけれどもね、うん、あ、君はセクハラされたことあるでしょうっていうの。ほう、いいんじゃないですか。ダメなのかな。いいかな。ダメですね。ギリギリアウトっぽいよね。そうですね。なんかその人がセクハラされてるところを想像しちゃってるっていうのでもうなんかアウトっぽいよね。そうですね。いや難しいですね。今んとこ君の体天下みたいだねっていうのがギリギリなんですあ、これあれじゃないですか。7年後のオリンピックに向けて。お、なんですか。あの選手結構抜いたなボルトとか見て言ってるじゃないですか。あ、ボルトを見て言ってんの、はい、あの選手結構抜いたな。女子アスリートとかじゃなくて。ああ、女子アスリートかもしれないですね。結構抜いたね。あの選手で結構抜いたってこと。あの選手結構抜いたねそこは言わないそこは言わない、はい、どっちの声も聞こえてるぜと言ってますんで大丈夫そうですね。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます、うん、くだらねえって言われちゃってますけども。女子アナって確かに、でも僕な、女子アナってエロい人しか思わないですね、まあね、うん、なんかなんでそこで区切るの、まあ、アナウンサーまで行っちゃえよみたいな感じが思いますけどね。まあね、なんか悪い風潮だよね。そうですね、この略し方はね、はい、女子アナってなんか最初はそういう悪意があったのかもしれないね。もう普通に浸透してるけど。あ、そういうことなんですかね。いや、最初に言った人は、はい、
悪意ありそうじゃない、なんか。なんか微妙ですけどね。さあ。ああ、これもこれギリギリオッケーでしょ。ん？鉄マンしよう。これはオッケーじゃないですか。まあね。これは全然ありだと思いますよ。麻雀が好きな女性だったらですけども。麻雀嫌いな人に言ったらダメなの？まあ説明してあげればいいね。鉄マンっていうのは。そう。何、女子アナとか言い始めたら肉まんはどうなんだっていう話になってきてますけど、肉まんはまだ美味しい方が勝ってるからいいんじゃないですか。よくわかんないよ木村ルールが。テント張れたよっていうのがありますけど。キャンプでならいいのかな。キャンプだったら全然世界じゃない、会社で言ったらダメです。テント張れたよって状況によるんじゃないですか。もうギンギンになってるってことでしょ、はい。何を言ってるんだ。張らなくていい。キャンプだとしてもギンギンになってテント張れたよはダメでしょ。でもテントさえ張ってればいいの。テント張ってればいいと思う。テント張ってもないのにテント張れたよって言ったらダメだと思う。テント張ってれば自分のテントが張ってて あったとしてもキャンプだとしても OK？ OK です。あ、OK、テントが張れてるんですか。大丈夫です。あ、分かりました、はい。さあ、じゃあそろそろギリギリあ、まあとりあえず復活の呪文はね、1個も出なかったんですけれども、はい、1つ素晴らしかった書き込みを選んでください、木村さん。え、僕ですか。うん、まだあのベストじゃないですけど、おお何何、おお何してんのとか結構好きですけど。おお何何、お何してんの、おお何してんの。わ、ギリギリセーフだねこれね。ギリギリセーフですよね。聞いてみたら復活の呪文としてはどうなんですかね。まあそうっすね、ゲーム始まんないみたいなんでね。校内写生大会。ああ、君あれか、学生時代のあの校内写生大会であれか、モデルかみたいな感じ。写生大会、君の写生大会モデルか。あ、みんな写生したんだっつって。あ、君を見て写生したんだ。写生、うん、まあ君綺麗だからなみたいな。絵描く方ですけどね。ダメですね。ああ、面白いんじゃない校内写生大会。じゃあ校内写生大会ベストにしますか。いいですか。大丈夫だと思いますよ。はい、じゃあ、おめでとうございます。校内写生大会と書き込んでくれたあなた、メールをください。素敵な商品を差し上げております。はい、ね、なんかいらないいらないとかも言わないでさ。いや、素敵な景品がありますので。そう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 、はい、君の携帯テンガみたいだねって。携帯がテンガみたいな。それテンガなんじゃないですか。それ多分テンガ持ってたんでしょうね、はい、100% そうだと思います。うん、さあ、上司と関係で。いや、上司が言うギリギリのラインね。皆さん、じゃあぜひギリギリセーフということなので、自分に部下が、女子の部下ができた時には、はい、試してみてください。写生大会行ってみてください。以上、なんだっけこのコーナー、アクティブクエスト2のコーナーでした。ありがとうございました。君、テンガみたいな顔してるよね。どうすか。ダメでしょ。アウトです。アウトですね。アウトですね。はい、はい、すいません。さあ、続いて、はい、コーナー進めていきたいと思います。はい。あいうえお表を作ろう。おお。なるほど、はい。このコーナーですね。オープニングコーナーが長すぎるわ。そうですね。びっくりしました。もうこれ、ね、罰ゲームかと思って。びっくりしたね。あゆう表のことすっかり忘れてました。さあ、本日の、お題はうなんですけれども、はい、まず先週いを皆さん考えていただきまして、はい、我々がこの1週間で絵にしてきましたの で、ね、そちらをまず発表していきたいと思います。はい、30分経ってるの、経ってるがおかしい。すごいぞ、30分も立ち続けてたら。すごい持久力だぞこいつは。すごいですね、うん、18歳ぐらいなんですね。18歳だったらあり得るか。30になってくるとね、まあいいでしょうその話は、ね、ああ、もう来てますね、うが。
うはまだいいです。いいを発表します。いい発表しますか、はい、はい、まずはじゃあ、どうしましょう。僕からでいいですか。はい、はい、大丈夫です。じゃあ僕の、あいうえお表のムラムラあいうえお表のいいはこちらに決定しました。お願いします。伊勢海老と引き換えにベッドイン。すごい。しかもイラスト綺麗。伊勢海老で、はい、なんと OK が出たということで。伊勢海老漁師さんなんでしょうね。わかんないですけどね、はい、買ってきたんでしょうね、はい。結構な伊勢海老ですよこれ。これで OK ということなんで。すごい。伊勢海老と引き換えにベッドインできるんでしょう。伊勢海老。すごい。これ村子ですかこれ。ちょっとムラムラしてる。村子ちゃんじゃないんじゃないですか。じゃないですか。はい、ああそうですか。これいいですね。はい、はい、じゃあなんか僕のイラストなんか紹介しにくくなっちゃったな。じゃあ紹介したいと思います。うん、紹介こちらです。行かない行きます行く行くとき行け行こう。そんな活用してたんだ。行かない行きますがまずちょっとなんか意味が違うんですけど。そうです。ちょっと未然連用じゃないと思うんですけど。行かない行きます行く行くとき行け行こう。最後行こうって面白い。ああ面白いじゃない。ああよかったです。うん、はい、先生が教えてくれてんだね。家庭がないですね。家庭行く時じゃないですかね。ああ、行く時ね、はい、行くのか行か、うん、行く時ななどうしたらいいんだろう。お、ヌピンさんらしいですよ、うん、おめでとうございます。お、すごいですね。お、ありがとうございます。両方わしだ。お、すごいね。さあ、というわけでじゃあ、はい、両方ヌピンね、はい、はい、メールをください。はい、家庭は行けば。そうね、うん、そうか、行く時行けば行こう。すげえな、2個ともか。うん、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、本当にね、あ、はい、おめでとうございます。マックコースターか、いや、わかんないですけど。そこの辺の差し加減僕やってないんでね。ちなみに僕のイラストは全部これあれなんですよね、はがきで描いてるんですよ。あ、そうなの。はがきの裏に描いてるんで1枚50円かかってるってこと。完成はがきに描いてらっしゃるんですね。完成はがきに描いてるんで住所さえ送れば送りつけることが可能です、ね。はい、消印押されちゃうけどいい。それは封筒に入れれば裏に押せるんで大丈夫じゃないですか。はい、はい、ヌピンさんには紙皿が2枚送られるそうです。さあ時間ないということなので、はい、早速本日の、ウの方に行きましょう、はい、皆さん。ウありましたね。なんかあったんですか。ウありましたよ、うん、何でしたっけ。ただのウっていうやつがウ。あ、ウか。あ、確かにね、ウはいいかもしれないですね。ウっていうイラスト難しいですね。あ、すごいの来た、うん、ちょっとまあでもちょっと普通にいいのが、うん、うさ耳バニーガール、うん、そうね、飢えた人妻、ま、バニーガールはうさ耳だからね。そうですよね。うん、何もっく言って、うん、飢えた人妻、あ、上から下から、うわー、やらしいですね。まあいやらしいですよ、うん、上から下からややし、いや、もう怪しい、怪しいじゃない、いやらしい、うん、あー、イデですね、イクイク詐欺っていうのがありますよ。今思いつかれてもね、うん、あー、あー、なんだか薬局で迷ってたのかな、はい、あ、薄い方お願いします。薄い方、うん、0.02 ミリの方なんですか。じゃあ選べって言われたんですか、ね、わかんない。極厚っていうのと極厚極厚って何のために作ってるのわかんないですけど、あるとすれば極厚と薄い方ってあと何があるの。 0.02 を、うん、じゃないですか。薄い方お願いします。わかりましたって。それ以外薄いって何かある、いやらしい話で。薄い方、そうですね、でもそれしかないかもしれないですね。うどん粉をローション代わりにしてできるんですかね。そんなに糸引くんですかね。うどん粉は。うん、あ、すごいの消えましたね。うん、内より外が盛り上がる。盛り上がるのはそうなのかもしれないですけどね。ん、盛り上がる、そのホテルとかの方が確かにそれはテンションは上がるんじゃないですか。うん、外ってホテルってことなの？屋外ってこと？ああ、公園とかってことですか。分かんないですけど、まあそれは確かにそうな気がしますね、はい、うん、ただイラストにすんのかっていう気がするよね。そうですね。これもいいんじゃないですか、うん、飢えてんなあお前。僕これが好きなんですけど、はい、
なんてどういう状況、運動と思え、うん、スポーツだと思えってことですよ。スポーツだと思え、うん、もうスポーツだから別に気軽にやっちゃうんですみたいな女の子がなんかたまにいるじゃん。あだから、はい、うん、もう運動だと思えこれは運動です、ただの。なるほど、うん、気持ちとかじゃなくて運動だと思うと。はい、いいと思うなんだいいと思う。はあ、これなんでしょうね、気になりますね。ドラマありますよこれは。ドラマ、はい、うん、そうくるのね、うん。え、2回目の運までありき、うん、2回目の運までありきですね。うん、そうくるのね、うん。なんか今まで体験したことないテクニックをやられたんでしょう。そういうことなんじゃないですか、うん、あ、そうくるのね、うん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 。なんなんでしょうねこれは。うーん、なんだこれ。ソが来たりしてるね。なんだね。ソ、うん、うまい棒と引き換えにお願いした。うん、そうね。あれ伊勢海老の方が良かったな、引き換えにするからな。裏返しても変わらないっていう。ほう、どういうこと。何をですか、ね、何を裏返したの。裏返す、裏返しても変わらない、裏返す。もう想像するとすればゴムぐらいしかないんですけどねえ、ゴムを裏返すの、はい、相手を裏返すってことじゃない。そういうことですか。相手を裏返しても何か何も変わらなかった。変わるでしょ、変わるね反応が変わらなかったんですか、ね、さ あ名作来ましたね、うん、うちの玉知りませんか。あ3丁目の玉じゃなかった。いや、うちの玉知りませんかだったと思いますけど。ウリのような大きさですね。ウリのような、ウリのような大きさですね。うーん、うまい棒の方がマシどういうことですか。あんな脆いんですけどねの方がマシっていうほどのあれだったんですよねどういうことなんでしょうね、うん、はどうすか、なんで、あーなるほどね、うん、潤ってる肌だね、うん、あーはいはいはい、うがいは絶対飲み込みますムラムラしますよしない、なんかそのバカの子なんだろう、ね、うがいフェチなんですよ、ね、ガラガラガラってやって絶対飲み込むんだあいつウーロン茶プレイ、はいはいはい、うん、受け身なの私の彼、うん、知らんがなって話ですよねまあ悩みなんでしょうね。ああなるほどね、うん、どうしようかね、はい、時間がないね、売れない AV 女優なんででしょう。いやでもいっぱい来てますね、うん、これをまた、うん、イラストに、イラストは難しいですねもうなんかうなじを舐め回すとかさ、はい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 、生々しいのになっちゃう受け身のあの子にスイッチ入るって面白いそう、どういうことか、いつももう受け身になったのに、はい、なんかどっか見つけたんだろうね、はあはあ、うん、言葉なのかな、分かんないけど、はい、なんかいろんな方法試してたらこれでこんなテンション上がるんだこの子ってそれを見つけた時の喜び。まあそうですね、まあそうですねってなんだろうな浮き輪をいい感じに使う人妻、おお、うん、イラストによって面白くなるかもしれないですね。浮き輪ってまあでもちょっとね、可愛い子が持ってるイメージはありますけれどもね、うん、はい、うん、いやイラストにするとなると難しいな。嘘、もう出たのあーはい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 、さあまあすごいですね、めちゃくちゃ来ましたね。そうですね、いいですかね、こんぐらいで。いやもう十分だと思いますよ。さあこの中から、そうなんですよ、はい、我々が来週までにイラストを描いてきますので、はい、自分が何を描いたか、そうなんですちゃんと覚えてください。ヌビンさすが両方とも覚えてたっていうね嘘、私の年収低すぎどこがムラムラするの嘘、私の体マグロすぎ気づいたんだビデオ撮られてたのかな、そういうことなんですね。で見てみたら、あすごいマグロだった
嘘、大げさ、いやらしい。あー、AC でしたっけ。あ、違うな。あれ、そうでなんか CM のコピっぽいよね。あ、何でしたっけ、なんかありましたよね、うん、前の放送全部繰り返して見てメモったよ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、というわけで、この辺にしまして、また来週お楽しみということで、うん、ありがとうございました。皆さん面白かったです。ありがとうございます。すごいですよ、本当に。多分見逃してる中にね、面白いのあると思う。そうですね。多分、水井君も先週読んでないんじゃないか。あ、いや、読んだような気がしますけどね。はい、すいませんでした、間違えました。はい、というわけで、いや、これ難しいですね、イラスト。以上、あゆえお表を作ろうのコーナーでした。ありがとうございました。はい、はい、それでは続いていってみたいと思います、はい、罰ゲーム発表、うんうんうん、はい、次はどうでもいい罰ゲームのコーナーか。いやいや、何言ってるんですか。ここのリスナーは下ネタ強いよね。いいことなのかダメなことなのか、はい、いいことです。いいことなんですよね。才能が、才能があるってことはいいことですからね、はい、さあ罰ゲーム発表ということで、はい、先週挑戦状で負けた木村くんが自腹で写真撮影の旅に行ってきてくれました。発表お願いいたします。はい、じゃあ今週も、紹介していきたいと思います、はい、写真1枚目の方お願いいたします。はい、さあ私、うん、今週ではないんですけれども、よく食べ物行くよね、はい、どこ、なんて書いてある。ゴーゴーカレー、秋葉原、秋葉原中央通り店、はい、行ってみました。ほうほう、僕ここ行ったことなかったんですよ、ゴーゴーカレーに。はい、うん、なんかデカ盛りが有名だっていう話は聞いてたんで、うんうん、で、まあ、秋葉原行った時にありまして、うん、ここ行ってみようと思いまして行ってきました。メニューの方秋葉原行ってみようと思ったんです、はいはい、次の写真お願いいたします。赤坂にもある、赤坂にあるんですか。いや、いろんなとこにあるんじゃない、ゴーゴーカレー。刑務所のような器。違うんですよ、これは銀の皿は、これ金沢の、金沢のカレーはこういう風に食うらしいんですね。金沢が発祥らしくて、はもう銀の皿、銀の皿でフォークで食べるっていうのが有名らしいんですけれども、うん、はい、ロースカツカレー人気ナンバーワン、うん、メジャーカレー、世界、メニューの消費、メニューの説明とか別にいらないんですよ。こういうのがありますよっていう、うん、はい、知ってます、ゴーゴーカレー。大蔵さん、すごく有名なお店だと思います。あ、そうなんですか、はい、ガキ使いだった、じゃあ次の写真お願いします、うん、僕が挑戦したものはこちら。お、何これ、すごい、メジャーカレーでございます。メジャーカレー、メジャーカレー2個カツが乗ってんだ、チキンカツと、豚カツ。あ、なんかメジャーなものがいっぱい乗ってるってこと。そうなんです、エビフライとか、エビフライ、うん、ウインナー、うん、キャベツ、ゆで卵、埋まってんね、埋まってでまして、僕この日は朝もそんなに食べてなくて昼も食べてなかったんで、うん、夜だった。何時に行ったか知らねえし、夜だったんですけど、夜行ったんです、うん、まあ大丈夫なんじゃないかと、うん、であと、まあゴーゴーカレー僕初めてですし、うん、普通なの食ってもしょうがないと、うん、っていうんで、ね、うん、これなんと1500円が1000円って書いてあったんで、あ、でもこれしかないだろうと、はい、うん、食べました、うん、前半結構かなり美味しかったんですけど、6分目ぐらいからきつくなってきまして、うん、はい、これはそのなんかあれですか。次の写真お願いいたします。写真とか完食しましたですが、もうなんか残ってる、最後もうこの衣さえも入らないんですよ。何うん、お腹がいっぱいすぎて、うん、もうこの衣さえも食えないぐらいの。結構そこまで食ってその衣だけが入んないの。いや、もう僕、うん、途中で吐くかって思うぐらいきつかったんです、うん。でも吐いたそのゲロの写真が次の写真。ないです、ないです。いや、でも本当にきつくて、うん、僕本当に歩きながら吐けるぐらいの勢いなぐらいお腹がいっぱいになって、うん、人生で初めて。衣は持ち帰ったんですか。衣は持ち帰ってないですけど。持ち帰ってないですか。はい、これ秋葉原の駅前の広場で僕1時間座ってました。この後本当に電車乗ったらこれやばいと思って。無駄な時間の使い方してますね。いや、でもちょうど秋風が気持ちいい時だったんでちょうど良かったです。何の話だ。何の話だ。本当にきつかったんですよ、うん、本当に。いや、もうぜひこれ今度食べていただきたい、大蔵さんに。
どんぐらいの大きさなのか今じゃ分かんないかな、この皿自体が超でかいですよ。なんか前も言わなかったっけ、隣になんか置いてさ、なんか置けばよかったですね。はい、はい、これ多分メジャーカレーを頼んだら普通盛りだったと思うんで、普通盛りでもかなりきついですやっぱり。はい、だって1500円だもんね、元値ね。元値1500円で、うん、はい、これ、あ、これか、はい、いやこれほんときつかったですよ。はい、あ、タバコ一気ですね。そういう時のタバコは持っててもいいかもしれないですね、確かに。うん、はい、あの、まあ、フォークで分かっていただきたいです。そうだね。比較下手よね。あ、卵ね、卵で分かるね、なんとなくね。そうですね、いや分かりづれえわ卵。でも卵がちっちゃく見えるね、そういえばね。いやだから超でかいですよ本当に。あ、卵の大きさがあれでだもんね。はい、卵こんなもんだもんね。いやもう本当ね、ぜひ皆さん挑戦してみてください。こんなもんか。はい、それは本当にそんなもんです。こんなんか。そんなもんって言っても多分皆さんには分からないですけど。僕は一生懸命手で表してるけど。でもまあ本当はこれだけで終わっちゃいけないと思って、うん、写真3枚しかないんで。え？これで終わろうかと思ったんですけど。何言ってんすか。これで終わろうかと思ったんですけれども、うん、昨日こんなところがあったんで、うん、次の写真お願いいたします。はい、またこちらに行ってきました。あ、思い出の駅北見。そうです。うん、大好き。たまたま昨日またここに来たんで、うん、これは神様のお告げだと。なんで北見に行く用事があるの。まあ仕事で行っただけなんですけれども、はい、さあ次の写真お願いいたします。さあ北見といえばここですね、1000円自動販売機。あら、ちゃんと取り直してるということで2とちゃんとやってますからね。あ、本当だ、はい、ちなみにあのちゃんと昨日本当に来ましたよっていう理由で次の写真お願いいたします。うん、これが前回撮った写真ですね。いいよ。前回撮った写真はこちらなんで、ちゃんと2ということで、はい、はい、この比べていただければ、はいはいはい、赤から青に変わったのが分かっていただけると思います。ああ、そうなんだ。はい、ん、どっちが今週、これが今週が2って書いてあるのが僕今週ですね。2って書いてはないんだけどね。なんかピースしてる感じになってるやつね。うん、で、1の時に2も撮ったんじゃないの。3も撮ってます。撮ってないですけど本当に。はい、次の写真お願いいたします。うん、あ、この中から選ばれるということで。本当にこの中のものが入っ、この中のどれかが入ってたわけで、まだ僕もだから今回も開けてないんですよ。あ、開けてないわけね。はい、うわ、何がいいかな、クールピックスがいいかな。で、次の写真お願いします。前回は上の方を押したので今回はこの一番右下の方。覚えてんな、これ関係あんのかね。わかんない。この前は犬 T シャツ、そうだ、犬 T シャツだったね。犬 T シャツだったね。よく覚えてんな、俺。ありがとうございます。開けたんだっけ、誰かに。あげたんです、あの募集かけたんですけど、あの応募が来なかった。僕は家に持って帰りました。え、はい、じゃあ使ってんだ。使ってまだ来てはないですけれども家にあります。はい、そんなわけで、じゃあもうさ、これ開けたらさ、はい、またしょうもないのが出たらさ、でもリアクションだけでさ、はい、応募が来るかどうか一回やってみようよ。あ、なるほど。え、どういうことですか。我々のリアクション、はい、あ、まあ、いっか、見せちゃうか。あ、でカメラの方を切り替えていただければありがたいです。さあ、うん、でもですね、聞いて、見てください、今回出てきたんですけれども、うん、なんか木村くんが放送したみたいな。え、木村くんが放送したんですか。超雑なんですよ。何これ。で、しかも超薄いんで、ただのなんかコピー用紙で包んだみたいな。なんか薄いから微妙に分かりそうだから、なんかなるべく見えないように見えないようにするのがちょっと大変でした。やっぱり、なるほどね、見ちゃいたくなるじゃないですか、うん、あ、0.02 ミリって言われてますけれども、もっと薄いじゃないですか。天下じゃないでしょ、この大きさ。なので、うん、はい、こことかちょっと微妙に分かるんですよね。いやー、ひどいよこの放送ね。なんか、うん、まあなんかあったんでしょうね。はい、そう。どう開けますか。開けたいと思います。タバコ出して、タバコと大きさと比較したの。あ、なるほどね。え、いいでしょもう。そうですね、うん、めんどくさい。これどうしますか。じゃあ出たものをプレゼントしますか。大蔵、ライターかタバコっつって。出たものプレゼントってことにします。プレゼントする。いいよ別に、任すよ。木村くんが欲しいものが出たらどうすんの。そこなんですよ。そこなんですよね。ちっちゃいね。そうですね、前回に比べるとだいぶちっちゃいですね、うん、どうしようかな。プレゼントします。あら、募集があれば。さっきのさ、はい、あの一覧の写真ってパッて出るのかな。あ、出るんじゃないですか。でもまあいいか、開けるかも。はい、そうですね、うん、じゃあ開け、プレゼントというか木村賞にすればいいんだよね。あ、そうですね、うん、あ、そうか、今週木村賞にすればいいのか、うん、はい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 。タバコの扱い雑ねって言われちゃった。じゃあどうします、大蔵さん開けます。箱がボロボロってこと。僕は開けてもいいですけど。いや、木村君開けてよ。開けます、うん、じゃ あの時間もないんで、じゃじゃっと開けちゃいますね。じゃじゃっと、なんだろうなんだろう。
うん、あ、中はでもちゃんと、そうですね、てかもっとちゃんと放送してくれないそれだったらもう放送しなくてもいいぐらいの、お、お、はいはい、お、お、何がおなんだかも分かんない俺、お、なんだこれ、あ、すごい、なんかアップル社の製品っぽい、アップル社の製品、なんですかこれなんですかこれ、クリップ型ミュージックプレイヤー、嘘、これで音楽聴けるやつじゃないですか、 MP3 ってなんか聞いたことありません、だ、音楽のやつでしょ、そうなんですか、うん、これで聴けるんですか、これで聴けるんだ、これに音楽入れといたら、え、欲しいしかもなんですかこれ、え、でもこれ MP3 って何、うん、だ、そのあれだよファイルの形式だろ、うん、え、そうなんですか、うん、なんだこれ、容量とかないのかな、あ、うん、UFO キャッチャーとかに入ってる安物だな、いやでも一見したらさ、ほら、はい、iPod みたいなじゃん、そうですね、容量は携帯で十分その機能入ってるし、そうなの、言うな言うな、これは何なの、容量とか、容量16g、 違うでしょ重さでしょ、うん、え、全然わかんない、 SD カード対応してますよ、 SD カードが対応、うん、これは何なの、何これ、内蔵メモリーじゃないでしょ、そうだね、あのカードはね、 SD カードじゃない、内蔵メモリーとか言われても、パッケージの女の子見せて、はい、あ、映ってないですね首だけですね、こういうモデルの仕事もあるんだね世の中にはね、いろんな仕事があるね、いいんじゃないですか、これでね、うん、お金もらえるなんだろう、さあ、はい、これで、これ、おめでとうございます、今回の木村賞に輝くとこれがいただけるということで、はい、俺のタバコをこう斜めにするやつのために使うんじゃねえよお前斜めにすんじゃねえよさあ、というわけで、以上でしょうか、そうですね、以上で僕の罰ゲームは終わりなんですけれども、はい、なんですかこれ、あ、やばい、いらないって書いてありますええ、これ何、よくない、よくないんですかこれ、あんまり裏見せて、こんな電源切ると1曲目に戻るんだよ、本製品に強い力をかけたり、もういいっすかね、時間ないし以上、罰ゲーム発表のコーナーでした、ありがとうございました。最後の前半戦最後のコーナーでございます、はい、そうですね、作詞、え、面白いですよ、はい、150曲目が聞きたいなっていう時は、はい、149回ボタン押さなきゃいけない、これきついですねこれは何なん、どうやって音楽を入れるんですか、SD カードに入れてそれを差し込むんじゃないの、SD カードに音楽を入れる、うん、よし、今話すことじゃないな全然わかんないよ、いつも音楽が小さいんで大きめでお願いします、あ、なるほど、はい、わかりました、はい、それではですね、このコーナーはあるメロディーが流れまして、それに皆さんに詞を考えていただくというコーナーでございます、我々が歌い上げたいと思います、はい、こちらも素晴らしい書き込みにはベスト書き込み賞差し上げて、はい、素敵な商品差し上げてますんで、ガシガシ書き込みお願いいたします、はい、本日の課題の音楽はこちら、はい、悲しくなっちゃったこれ皆さん音楽聞こえましたかね、ルルルね、はい、うん、ルルルル、あ、ゼルダみたい、はあ、はいはいはい、はい、コースターじゃない商品もあるっつってんのちょっさいな、コースターいらない、コースターいらない、ああ、なるほどね、曲もう来てますね、作詞が、はいいいですか、うん、音楽お願いします、おもてなし東京に決まらなくなっちゃいます東京に決まらなくなっちゃいます、そんな感じだとナイジェリアとかね言ったんじゃないですか、滝川さんが、こんな不審のしちゃダメだよ、おてなし、はいあ、なるほどね、まあ、はい、そういうイメージかな、はい、そういうイメージかな、
なんだこれよくわかんねえな、これにしょ、こんな悠長に言ってていいのかな、うん、音楽お願いします。ゴムつけてそんなゆっくり言ってる場合じゃない。そうですね、うん、眠いんすかねこの人眠くて眠くてしょ、ゴムつけいや眠くても歌えないでしょ、うん、さあどうでしょう、なんでしょうね、これはどうしようかな、うん、あ、じゃあこれにしましょう、うん、音楽お願いします。始まるぞ始まんのかな本当に始まりぐらいなんかあのテレビの予告とかですね、勢いが欲しいですけどね。30分後始まるよみたいなのが始まるよ。逆に気になりますよ同じ感じになっちゃった、うん、さあ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 、うーんなんだ、じゃあこれにしようかな、音楽お願いしますガリガリ君ガリガリ感が全然ないベロベロに溶けてます、溶けてますねこれ元気がないガリガリくんじゃないとやっぱりガリガリくんはボカスカジャンさんがちょっとやる気なくなっちゃったんですかね。そうなんじゃないですかね悲しいな、なんかこのテンポそしてなんか最初のさ、はい、あのリズムポンポンもさ、はい、心なしか遅くないけどやっぱりそれ合わせてくれるんじゃないですかね、はい、うん、さあどうでしょう、うーんいやこれはやめとこう、うん、うん、何ですね、うん、なんだろう、ちょっと待ってくださいね、僕ちょっと時間かかります。じゃあこれにしようかな、はい、音楽お願いします。もむだけだ。はいはいはい。なんでこれ愚鈍なんだろうねこいつ。酔っ払って眠たいんじゃないですか。そればっかり。でも揉みたいんじゃないですか。これもいいけど、音楽お願いします。エイドリアン。これ負けた後ですよね。台無しだなんか。もっとなんかなんだろうな、ボコボコに負けてリングに倒れてて言うセリフなんじゃないですか、ストーリー変わってきてんじゃないかどうですか、じゃあ音楽お願いします。ゲームクリア爽快感がない、せっかくクリアしたのによっぽどつまんないエンディング、僕これゲームオーバーの音だもんこれもうよっぽどつまんないエンディングだったんですよちょっとこれもいい、はい、音楽お願いします。江戸川くんどうしたんですか、どういうイメージ持ってんの江戸川くん江戸川くん江戸川くんに怒られますよそうそうそういうことですあ、じゃあ僕これいきたいと思います、うん、はい、音楽お願いします。誕生日一人だな、これ多分一人だな、それか家族いるけど忘れられてた、僕を置いてどっか食べに行った旅っていうか忘れられてたんじゃない、ね、なんか結構尺があるから詰め込む系とかもあっても良さそうなんですけどねあ、じゃあ僕これしましょうかね、うん、はい、音楽お願いします。おいしんぼ暗いわおいしくないわいや、めっちゃおいしいんですよ、めっちゃおいしいんですよ、それはもちろん、うん、なんかへこんでくるわ今回テーマソングが、なんかこのリズムが、これエンディング来週はなんかアップテンポのやつでしょうよ。そうしますか、うん、これおいしんぼのエンディング曲ですからあ、そうなの、はい、よく採用されたさあさあさあ
ああなるほどね、まあそうだね。これにしようかな。あ、いきますか。え、はい、うん、お願いします。お願いします。天がだけ天がだけ友達は友達とか恋人友達にしちゃうとちょっとややこしい感じになっちゃうから。そうですね、恋人、恋人、うん、言い方を間違えました、うん、これ何なんでしょうね、うん、あ、これ言ってみようかな、うん、音楽お願いします。パンジラよ何なんだろうね。嬉しいでしょ。 パンチラ、そんななんか、なんかブスっぽいな、その女パンチラよって見せてくれてるわけでしょ、はい、パンチラって見せてくれてるわけでしょ。嬉しいでしょっていうの、ゆっくりすぎてもうチラじゃないよね、それがっつり見えるよね、そのスペースで。いや、でもチラですよ。めくるなペラなの。めくるなペラです。そんなゆっくりなのにおさあ、どうでしょうね。あ、なるほど、これにしようかな。お、音楽お願いします。盛り上がる。盛り上がらないですね。盛り上がらないですね。盛り上がらない。歌詞変えても盛り上がらなかったですね。全然、はい、うーん、難しいな。あ、これか、音楽お願いします。捕まえた怖い怖いね、なんかねゆっくりなだけに怖いね、なんかゾンビにやられる感じするね、なんかじわ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 来たんだろうね。これ鬼ごっこですねじゃあちょっとこれやろうかな。音楽2回連続でお願いしてもいいですか音楽お願いします。テレビもねラジオね本当に嫌なんでしょうねもう本当に嫌だ。はあ、テレビもねえじゃねえと、そんなそんな生き生き歌うなと。もう、もうそうですね、うん、もう歌にもしたくないもう本当に銀座でベコ買おうと思うんでしょうね東京でベコ買う歌だからなんだっけ。いや面白いな、ね、うん、音楽2回面白かったどうでしょう。いやそろそろやばいか。そうですね、いや、もうちょっと大丈夫かな。ワークマンは関係ないどうですか木村さん。うん、さあ、じゃあないようでしたら、じゃあ最後にこれにしようかなはい、音楽お願いします。志村後ろ悠長だっていう。そうですね、後ろってもっと言ってあげないと。はい、聞こえただでさえ全然後ろ向かねえんだから、ただでさえ リアルリアル、えってなりますそうだよ、もっともっとちゃんと言ってあげないとさあ、といったところで、はい、以上でしたいと思います。皆さん面白かったです、ありがとうございました。ベストカットを決めましょう、はい、どうしようかね I can't have this。なんかありそうですけどね、でもそれはそれでI can fly with you。 あ、でもちょっと静かな曲で歌いそうじゃないですか。なんかね、はい、いい曲ができそうだよねアウジャンコング入場曲ですねいやいや全然勢いつかないでしょさあベスト学校に決めましょう、どうでしょう。 I can fly with you になっちゃいますよI just come with you もう歌いたいやつすげえ来るじゃん終わった後にI just come with you。 なんですか with you 絶対あなたとしてるな最後は、うん、We can fly to me ありそうですね。 I just call to say my love 違うなんかはまんないわ、なんかどうやってやるんですか。さあ、ベスト学組、ベスト学組決めますよ。はい、校内写生大会って木村君決めたんだっけ。
それは僕が決めました。じゃあ僕が決めましょうか。はい。ですね。最後の英語面白いですけどね。面白かったですけどね。なんかそれにしちゃったら今まで何だったのか。そうなんですよね。難しい問題ですよね。はい。どうしようかな。ガリガリ君にします。おお、おめでとうございます。おめでとうございます。ガリガリ君はい、溶けた感じがしたんで面白かったです。なんかガリガリ君と書き込んでくれたあなた、はい、メールをください。赤坂ドットプラスアットマークトーツドットコム、素敵な商品差し上げます。以上、作詞のコーナーでした。ありがとうございました。皆さんはじめまして、ナビゲーターを務めさせていただきますプラコでございます。今日は皆様に赤坂プラスのご利用方法をご説明させていただきたいと思います。まずスタジオの予約についてですが、インターネットを使ったご予約方法とお電話でのご予約と2通りございます。私のおすすめは電話でのご予約です。わからないことや不安なことなどをスタッフと相談しながら予約ができるので安心です。こんなことをやりたいけど料金はどれくらいとか、どういう機材があって何ができるのかとか、不安なことはすべて聞いて納得してから予約できます。インターネットからの予約はページ最下部にあるスタジオ利用規約、個人情報保護方針によく目を通していただき、ご理解の上で必要事項をご記入ください。未成年の方は保護者の方の同意書が必要になりますので、お申し込みページ最下部から保護者の同意書をダウンロード、印刷後に記入したものをご提出いただくことになります。ご予約後は一度打ち合わせを兼ねてスタジオの下見に来られるのも良いかと思います。下見のご予約はお電話かメールでお願いいたします。ここがスタジオのある赤坂ビジネスプレイスビルです。このビルの地下1階にスタジオがあります。この看板近くの階段を降りればすぐにスタジオがあります。階段から見たスタジオの外観です。内部はこんな感じです。実際にスタジオの機材を見ながらスタッフと打ち合わせをしておけば、当日までに細かい準備ができてトラブル対策にもなりますね。音楽著作権に関してはユーストリーム側で契約を結んでいますので、歌を歌ったり演奏することができます。ただし CD などの音源はほとんどの曲がご使用になれませんのでご注意ください。なお赤坂プラスはユーストリーム以外のストリーミングや動画サービスでもご利用になれます。とにかくわからないことや知りたいことがあったら、こちらまでご連絡くださいね。皆様のお越しをスタッフ一同、心よりお待ちしております。はい、後半戦始めていきたいと思います。はい、ね、あ、今日はユーストダメだけど、はい。そうですね。そうね、あの CM で、はい、だとね、なんかできそうな感じしますね。ね、確かにね、なんかね、なんかあれだね。今日はたまたまね。たまたまです。たまには申し訳ございません。そんな日もあります。はい、というわけで、はい、そんな日もあっちゃダメなんだ、ね、本当は。あんま言わないでおこうと思ったけど。はい、というわけで後半戦一発目は R18 変換工場。はい。さあ、あるお題が出ますので、はい、じゃあ皆様で。放送禁止用語に変換していただこうというコーナーでございます。はい、斬新なコーナーでございます。はい、はい、毎回素晴らしい作品ができております。はい、あくまで〇〇の話で、ね、はい、というわけで、本日のお題を発表しましょう。こちらです。傘、あれアクティブは何言ってんの。英語なんですけど、時間
あれ先週いなかったけどアクティブさんは何の話でしょう。時間がないんでカットしたんじゃないですかね。はい前職かどうかわかんないですけどね、はい、何を言ってるのかちょっとよくわかんない。まあとりあえず今のコーナーはこの R18 変換工場で、ね、そうですね、はい、傘ですね。傘を、はい、放送禁止用語っぽく表現していただきたいと思います。はい、はい、そうです。傘を何かしらに変換していただければ。刺したりします刺したりします。刺したり刺したりしますよね。刺すよ基本的に刺しますよ、はい、これなんだろうな。なんじゃこりゃーって殉職の声でしょそれ傘関係ない。そっちか、そっち、そっち、傘を見てなんじゃこらーって言ってるのかそっちか、殉職の方ですね。刺しますし、はい、まあ、たまにはゆっくり刺したりします。そうですよね。傘疲れてる時とかですね。ああ、はい、ワンタッチで刺す時もあるけどねワンタッチで刺すってどういうことなの。一回しか触ってないのに、はいはい、一回しか触ってない、はい、まだ一回しか触ってないのに刺しちゃう。それはもう雨に濡れてるからですよ。おお座布団いや俺に座布団もらってます、うん、あれじゃないですか。うわこれちょっとあんまりいや傘の話してるでしょ。そうですよね、うん、握ってバーッと開く。あそうですよね、まあ握りますもんね、はい、はい、そうしないと超能力者じゃないんだから。そうしばらくさ晴れの日が続いてさ、はい、あんまり、はい、あーなりますね、使ってなかったりすると、はい、開きが悪かったりするから、ね、ありますあります。無理やり開けたりする、ね、イラッとしますよね、はい、イラッとするんだ。イラッとします、ね、その時逆に良かったですけど開けよって思いますけど明らかって S なの。いやそういうわけじゃない。あ傘の話だもん。傘の話です。傘の話だもん。今雨降ってんだから開けよって思います、ね、今濡れてんだからな、はい、今必要なんだろうみたいな感じで。そうだね、はいね、濡れちゃうから早く刺して。そういうことですよ。そうですよ。そういうことですよ、はい、うん、濡れちゃうからまあそうですね、うん、はい、まあ、せいぜい2人でいっぱい。そうですね3人はきついかもしれない。2人ぐらいしか入れられないですね。そうですね、うん、あいあい傘っていうぐらいですからね。2人でいっぱいよ。はいそうですよ。まあ上の方に 4P っていうのがあるんですけど、ね、まあでも2人でいっぱいかな。せいぜい2人ですね。それ以上入りますね。セリフもあった。2人がかりでされるのがいいんだろう。されるのがどかしい。できれば1人用なんですけどね。そうですよ1人用ですよ。傘は1人でさせて。傘はね、うん、そう傘の話ね、はい、1人用です、まあ、たまに2人用になってる傘もありますからね。あのレースクイーンが持ってるような、あでっかいやつとか、はいはい、あとなんか2つバカってなるやつもある。なんかクソでかいのありますよね、はい、さガバガバ開くガバガバ開きますよそら。そうですよね、ワンタッチで傘ですから。バサッ、むしろ開いてくれないと困りますよ、うん、開くもんですから、ね、はい、開いて刺すもんですか。何閉じっぱなしで済ましてるんだって話ですよ。そうっす、はい、蜘蛛の巣あっちゃいますよね、それこそね、はい、あれこれは何でしょう。これ何なんだよ。俺畳でいいよってねもう一回もう一回。俺畳でいいよ。畳、はい、折り畳み。あーそういうことだ。俺畳じゃないや、折り畳みでいいよか。なんだよちゃんと読めよ。いやいやでも俺畳って書いてある。本当だ俺畳でいいよって言ってる何と比較したの。傘と畳傘がなくて濡れちゃうよね。そうですよね、うん、傘がないとやっぱ濡れちゃうね。傘がないと濡れちゃいますよ。びしょびしょになりますからね。あ気をつけてください。義母ね、義理のお母さんとは入れてもらってたんだね傘ね、はい、あいあい傘で濡れる義母横取っちゃったんでしょうね。そうそうそういうことそういうこと。あいあい傘だけれども義理の息子と入ってて、はい、まあ、濡れちゃったんだよね。そうですね、意識してたのかね。意識してたんだけどやっぱり肩出ちゃって濡れちゃったのかね。肩出ちゃって濡れちゃったね。だから意識しちゃってたけど、はい、意識してたけどもう足元とかもどんどん濡れちゃったんだそうなのね、はい、
何言ってんの何言ってんの。あ、ゴムないからビニールで。あーね、ゴムの、ゴム製のが、ね、傘は聞いたことないですからね、うん、はい、でもあったらそれはそれでダメか、劣化しちゃうか、まあ、どうなんでしょうね。なんかすごいいい素材だったら、劣化しない素材だったらいいですけどね、うん、ゴム劣化するでしょ多分。まあそうなんですね、晴れの日続いたらピタッくっついちゃうでしょ、で雲の差っちゃうでしょ、使わなくなるでしょ、その、はい、カピッカピになりますよね、閉じたまんまですよ、はい、濡れもしないですよ、もう家の中に置いてあるから。そうですよね、ダメじゃないですか、うん、はい、傘の話ね、傘の話、傘の話してますか、もちろんです、ビラビラが見えちゃう傘ね、ビラビラしてますか、あの止める、そう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 、あのビラ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 、はいはい、あなって閉じた時はもうひだ状になってるわけですか。そうですね、そうなってないとむしろ不良品ですから。あの反対側に止めようとして、あのポッチが反対側になってたりとかしますよねあ、そうね、はい、ビラビラが反対側になってる、ビラビラ反対になって、うん、なんだよ反対側じゃねえか、あれビラビラっていうの、ビラビラでいいもんな、あれね、ビラビラ、あれビラ、あれ正式名称ですね、ビラビラ見えちゃう、見えてるもんなんですけどね、傘って。そうですねあれビラビラって言うのってあれビラビラって言います、ビラビラしてるから、なぜなら、あー、なるほどね、うん、これはちゃんといいですよ、うん、濡れた傘は立てておいてね、あー、なんかいいですね、そうね、はい、それで雨が切れていくわけ、そうですよ、うん、あ、うまいね、濡れた傘は立てておいて、漢字がおかしいな、漢字変換ミスかな変換ミスしちゃったかな、だって傘の話してんだもん、はい、傘の話ですよ、うん、ね、惜しかったね、立てるがねビラビラが裏返っちゃ う、 う台風ですね、台風かもしれないですね、ビラビラをパンパンに貼って開けますからね、そうですよね、それはパンパンになりますよ、パンパンにならないと傘じゃないです、そうですよ、はい、パッツンパッツンにしますよ、ビラビラを、はい、さあこの傘天下みたいな、本当に天下関係ないそう言っときゃいいみたいなあ、なるほどね、うん、ストレートもいいけど曲がってるのもいい、あ、なるほどね、人によるんだろうね、はい、うん、そうです、取っ手の話ですよ、曲がってる方が傘の取っ手の話です、うん、まあ、曲がってるのが一般的ですよね、でもしっくりくるんじゃない、曲がってる、はい、まあ、でもまっすぐなのもあるもんね、 J、まあ、いわゆる J 型ですよね、 J 型まあ一般的なのは J 型だと思いますけど、うん、I とか I 型もあります、ね、はい、あのゴツゴツしてるのもあるしね、ありますよね、うん、なんかクラミがあるやつもあるし、ね、ハンドメイドなんじゃないですか、はい、いろんなのがありますね、はい、うん、それはおのおの個性ですから、そうです、ね、傘の話をしてます、はい、持ち手ね、俺は右曲がり派っていう、派がよくわからないんですよ、あー、梅雨の時期は乾く間もなく刺されまくりです、そうですよね、もう刺されまくりです、乾く間もないです、はい、たまに忘れられちゃってそう、はい、電車の中とかに一人寂しく、悲しいよね、だからさ、はい、刺して、はい、まあ、濡れて刺してんだけど、はい、まあ、壊れたら捨てていく人とかもいるじゃん、そうですよね、使い捨てにしちゃってんのかな、はい、あれよくないよね、はい、かわいそうですよね、やっぱり、うん、やっぱかわいそうだと思っちゃうもんね、はい、傘ね、傘がね、傘が、ね、傘が捨てられちゃってるんだよ、バッキバキにおられる、ね、心もバッキバキにおられてるんだろう、そうかもしれないですね、でも無理やりだもん無理やり開かれてる社会派気取りって言われてアンブレラはいはい、はい、言葉では表現しづらいんですけど、アン触れる、アン裸、触れ裸、アンブレラ、ごめんなさい、言いたかっただけです汚れた体でも使ってほしい、そうですよ、気持ち、傘側の気持ちですね、はい、雨は防げますからね、はい、時間ないあ、すごいね、傘良かったね、傘いいですね、あ、なんかもう、でもちょっとな、どうしよう、何、どれが良かった、しまってもどうしても水が滴っちゃうもうなんかすげえ、いろいろあげたいな何個かあげたいな、うまかったやつにする、そうですね、どう、どれが良かった、どれが一番良かった、どれが
梅雨の時期は乾く間もなく刺されまくりも綺麗だったけど、あとなんだっけ、あ、濡れた傘は立てておいてか。あー、そうですね、これうまかったね。はい、まあ、傘って言っちゃってますけどね。いや、傘の話してるんだ。そうですよね。あ、そうか、ちょっと違うのか、趣旨。Yeah. え、いいっすか、ガバッガバ開くわ。それ面白かったよね。ガバッガバ開く面白かったよね。そっちにする。あ、アン、ブブブブブ、レイラーっていうの。レイラさんの話をしちゃってるから。レイラさんの話なんですかね。はい、まあ、あの、噛んだんだろうね、アンブレラっていう。そうですよね。ガバッガバに開くってどこにあったっけ。上の、かなり上の。ガバッガバ開くか、これか。じゃあ、はい、もういいかな、3個3個差し上げますか。いや、いいんじゃない、いいと思いますよ。全部ヌピンだったりして濡れた傘は立てておいて、はい、おめでとうございます。ブルームレイラーそしてガバッガバ開く、はい、握ってクパーと開くっていうのもあります、ね、もうそうなんだよ、キリがないですね、キリがない、はい、じゃあ、まあ、とりあえずこの3つで3つ、おめでとうございます。思います。メールをください。赤坂ドットブラスアットマークトーズドットコム。素敵なプレゼント差し上げております。ありがとうございます。以上、 R18 変換工場でした。はい、はい、あと10分、あと10分、ね、頑張っていきましょう、はい、最後のコーナーでございます、はい、木村大使からの挑戦状、はい、ご察しの通りですね、はい、アクティブ野郎のコーナーは、はい、今週お休みでございます。今週はですよね、分かりませんけど、来週なのか分からないですけどね、はい、こうやってだんだんフェードアウトしていくただオープニングにアクティブ野郎と出てしまっていたの で、 そうです、ね、出演にね、ゲストに、はい、それは本当に申し訳ないねっていう気持ちはあるんですけども、はい、はい、さあ、そんなわけで木村大使からの挑戦状のコーナーやっていきたいと思います。今日の挑戦するものもこちらです、うん、ノーヒントイラスト、うん、さあ、コースターやだ、カルタのくれ、カルタ、あの、アイウェオ表じゃないですか。ああ、アイウェオ表はうんまでできて初めて商品化されますからそうですかそうでしょ、あれは表にしないと。そうですよね、うん、いや、していきたいですよね、完成させていきたい、ね、今のところまだう、あ、そうか、来週うができる、うです、ね、まだ3つしかできてない、う、難しいですよ、うん、はい、そんなわけで、まあ、イラスト対決を大蔵さんと僕で戦っていきたいと思います、うん、イラスト対決というわけなので、皆様からそのイラストのお題を募集したいと思いますので、うん、ぜひぜひ書き込みでお題を募集しております。完全に森本レオ感抜けたね。森本レオ感、そんな森本レオ感なんてありましたっけ。全然わかんないです。なんですか、全然わかんないね。まあいいでしょう全然当たんないで工藤ということで、服部来てくれた、あれ今日初めてか、服部、あ、ありがとうございます。さあ、ゲーム屋みたいな靴屋さん、森本レオに引っ張られてんじゃないこれ、もしかして森本レオ、日頃さん、ダチョウ倶楽部、ゲーム屋みたいな靴屋さんみたいな、全然わかんないですね。あ、わかんないのか、うん、さあ、どうでしょうかね。あ、来てますね、ありがとうございます、うん、松茸みたいな傘、そんなね、番組続くかね、確かにね、天が冬はコースターいらん、なんで冬コースターいらないんでしょうか。オカマ、ゴルゴ13、ゴルゴ13、あ、ゴルゴ13ちょっといいかもしれない。モナリザね、何これ、 YTV の猿YTV の猿、どこのテレプラコちゃん、時間時間ない、あ、時間ないね、早く決めよう。あー、木村大使からの挑戦状の時の声ですね。木村大使からの挑戦状、木村大使からの挑戦状あー、似てるかもしれないですね。機関車トーマスは走るできないわできないの、一個もできないの、モノマネ。さあ、いいじゃないですか。チーバ君、あ、チーバ君、チーバ君、ガリガリ君、はい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 、クラリス、伊勢神宮、伊勢神宮、赤服、下、あ、腐った死体、はいはい、50円玉に穴を開けてる職人職人ゾーマ、キングスライム、伊勢海老とベッドイン、赤玉、ちょっとあと6分しかないですね、みたらし団子、松茸、はい、パーシーパーシー、あー、パーシーって赤いっけ、緑だっけ、あ、全然わかんないです。パーシーにしましょう。パーシーにする、パーシーで何色だパーシーって
青か緑か赤だと思うんだよね。そうですね。その3択なんだよね。青はトーマスなんで。いやでもゴードンも青いんで、青も何人かいるはずなんだよ。全然わかんねえよ。パーシーにします。パーシーって書いてくださった方、赤坂ドットプラスアトマークトーツドットコム。マジかよ、パーシーかよ。こちらの方にメールください。一番最初にパーシーって書いてくれたんですね。はい。じゃあパーシーを書きたいと思います。パーシー、まあ、何分ですか？2分でいいですか？2分でいいです、ね、なんだそれパーシーって言われてるよ。じゃあ、すごいなんかワイプ見たくなってる。あ、ありがとうございます。これ俺ノートがないんですけれども、これかな、はいはい、ありがとうございます、うん、さあじゃあパーシーを書きたいと思います。2分ですよ、時間がないんで、はい、行きますよ、よーいスタート。パーシーもパーシー、トーマスも、はい、トーマスでしょ。色が違う、だからもう色がこれもう賭けですよ、完全に色賭けだね。あ、探すのも大変なんだよな画像。確かにパーシーで出てくるんですかね。大体だって一緒でしょ。何よ、俺はもう完全に直感でいきますよ。いやそれしかないよ。そうですよね、うん、そう、まあ、いや難しいな。難しいね、確かに。車輪感とか難しい。車輪感、あ、やばい、クソ難しい、やばい、時間がない。時間ないね。時間がないですね。何分あと、あと1分じゃないですか。1分、はい、ログイン情報が確認できません。なんで今こんなのが出てくるんだよ。あ、やべえ、何これ、全然違う俺の思ってた色と。やばいやばい、これがこれにしよう。あ、なんか芸術的になった。え、そう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 、ありがとうございます。え、木村君のパソコンがおかしい。あ、大丈夫です。あ、どっち、やばい、あと何分、あと1分ぐらいじゃないですかね。いや、あと40秒しかないよ。え、てか俺黒がない。黒がない。車輪感？あ、でも確かにそうね。難しいよね。いや、あとこれ表情とかをパーシーらしさ必要？パーシーらしさ必要なんじゃないですか？林やパーシー。何のヒントだよそれ。基本的にね、はい、結構この人たちのキャラは、はい、リアルなんですよ。確かそうなんですよね。鼻とかの膨らみとかもね、ちゃんと。あ、でも僕いい感じになってきたかもしれない。あ、はい、終了でございます。はい、トーマス、パーシーで画像出てきたみたいです、ね、ありがとうございます、はい、じゃあ紹介していきますか。時間がないですよ。あ、時間ないですね、はい、はい、じゃあどうしましょう。じゃあ、うん、大蔵さんからお願いします。はい、私のパーシーはこちらです。うわあ、緑にしました。ちょっとパーシー。あー、あのね、こんぐらいちゃんとなんかリアル、チャギントン知ってるわ、トーマス、トーマスみたいなやつね。あー、ちょっとな、金太郎飴か、やばい、やばい、かぶるな。え、何が、イラストがかぶりましたね。キウイ味ってどういうこと、味わかんないだろ。さあ、木村さんのパーシーは、はい、パーシーこちらです。嘘、ロールケーキじゃん。いやいやいや、パーシーでしょ。え、青じゃん、青だね。青じゃないです、僕緑です。いや、青じゃんそれ。これ緑ですよ。いや、青でしょ、水色でしょ、トーマスの色じゃん。いや、これ緑です、緑です。煙突がマヨネーズの容器。なんでマヨネーズのキャップかぶってんの。かぶってない、あ、車輪の角度がおかしい。大丈夫、鼻水垂れてる。鼻水じゃないよ、鼻の膨らみだよ、横のロールケーキ。生春巻き、色以外引き分け。あ、なるほどね。木村君だ、青だもん、完全に。僕はこれ緑ですよ。乾電池。エボルタ。人面太巻き躍動。拒否やめてください、悲しくなるんで。さあ、そしてあと4人で100人なんで、皆さん、ありがとうございます、更新してください。というわけでアンケートいきましょう。はい、アンケートいきたいと思います。はい、どうでしょう。 あ、正解出ました。あ、緑だ、やった、緑だ。お前青じゃねえかよ。いやいや、僕しかもなんかさ、はい、あの煙突の位置が後ろすぎんだよ、木村君のやつ。のり巻きに見えるよ、本当に。違いますよ、だって僕のこの体の車体に入ってるラインを見てください。だって丸い部分しかないじゃん、あなた。なんかライン、あ、ライン1本、ね、ラインが入ってるでしょ。1本確かにそうだけど、なぜ喜ぶ木村って。いや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 、ほら、鼻とか次リアルなんだよ。
俺の鼻の方がちょっと絶対 顔一緒だねよ顔だけ見て顔だけ見てみんないやこれ絶対俺でしょ今週は勝ってるでしょさあ、頼みますよ、はい、アンケート皆さん投票してくれましたかはいボイコットなしでボイコットなしですよね、はい今週俺僕勝ったと思いますよもう私の時計では1分切ってますんで、はい、発表してください発表ではそれでは発表お願いいたしますあーうわぁ全然だいやそうですよ全然だだって色もおかしきゃまあまあ俺もそういうこと言えた感じじゃないけどいやなんでなんかもう勝てないなんで勝てない勝てない色だけで勝ってない確かに顔五分だもんねいや僕らだってこれ完全に緑をこれを使ってるんですよだってさ木村君のやつさ戦闘車両じゃねえんだよななんか途中のなんかタンカーみたいな戦闘車両じゃないもんそいつ俺使ってるんですよこれ緑これ完全に緑でしょこれほらえマジで青に見えるよ。なんだよ。水色にしか見えません。あしょうがない乾電池だからな。さあというわけで、はいもろもろブログで発表していきたい。はい、そうですね。木村賞はあの MP3 プレイヤー。あ、終了しましたちょっとこっち。あ、僕も終了しましたね。いや失敗した。まだ続いてると続いてるかな。ユーストリームのために、ユーストリームやってるんだっけ。いや、そのこと言わなくて。あの録音してるということでね。じゃあ YouTube ライブやりますか。はい。もろもろブログで発表したいと思います、はい、MP3 プレイヤーもありますんでね、はい、あとはなんか選ばれた方メールくださ い, ださい、ねはい、ブログの方で発表したいと思います、はい、中村賞、木村賞も発表していきます、はい、というわけで、来週も火曜日19時にお会いいたしましょうお相手は中村大蔵と木村大志でしたありがとうございました